2023年の、ナスカアーカメナシリーズ、最終戦終わりました、今日は、16位でゴールだったんですけど、なんとか、今日のレース最終戦まで同ポイントでランキング争ってたので、今シーズンはなんとか、シングルの9位で、最低ラインの、目標はクリアできたかなと思います。なかなかちょっと今シーズンは調子がいい時に、もらい事故が多かったりしたんですけども、もう僕たち来年に向けて動き出しております、来シーズンは、いつもよりも早めに、スタートしますので、また来年も引き続き応援よろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。